とう、ありがとう。いや、マトロくんいる、いるぞ。うう、アーカイブが溜まっていく。消すか、ちょっと消しとくわ。じゃあそうすれば罪悪感がないよ、何も。アーカイブ、ポコちゃんのアーカイブって90日間なんだね、溜まるのね。初めて知った。あ、もーちゃん、もーちゃんありがとう。すぐやるやん、ありがとう。キャンピー、こちらもありがとう。どうしたの、火吐いてるの、血吐いてるの、何それ。すぐやるよ、すぐやる。朝ショールームね、いや、なんかショールームね、アバター作りたいなと思っていたんだけども、そう、なんかなんかなと思って、そうちょっと悩んでる。そう、んーと、あおちゃん、さっきぶりです。あ、ミントカフェさん、こんばんは。ありがとう。さっきぶり、おかえりなさい。こっちも、ソフトクリーム、ペロペロして。あ、そういうこと？なかなかなアバターだね。なかなかすごいアバターだね。そうだ、アバターが、そう、前作ったのいつだろう。去年末ぐらいに作って、そう、新しいの配布したいなって気持ちなんだけど、そう、なんかタイミングがね、そう、あとなんか、そう、あんまなんか、あ、これやりたいっていうのはあんまなんかあれなので、そう、なんかこれいいんじゃないってイベントがあったら教えてほしい。あ、お弁当さん、アジサイありがとう。はい、アジサイどうぞ。ありがとうございます。なんか喉がなんかイガラっぽいわ。ショールームで、たぶんポコちゃんショールームが見やすいね。ショールームでのうちのかなおちゃん見える？うちのかなおちゃん、もうちょっと前は生き生きしてたのにな。どうしたんだろう、本当に。あー、なんか落ちた。うん、多肉植物。なんかさ、普通にサボテンとか買ってこようかな。なんかさ、売ってるじゃない、100均とかにも観葉植物のサボテン。買ってこようかな。もう、もうなんか寂しい、青いた。もうせっかく自分の子供のようにカナオが生まれたのに、なんか植物育てたい。なんとか生き延びてほしい。生き延びてほしい。そう、あと、まあ、かろうじて3つだけど、が、元気なのは2匹。あれ、日に当てないと。あ、ゆきさんこんばんは。いや、そう、日にもね、当てるしね、いろいろやってるんだけどね。途中までよかったけど、そう、まだ残ってる。そう、まだ残ってはいるんだけどね。そう、カナオにもしものことがあったら、もしものことがあったら、なんかさ、ないかな、おすすめのなんか育てやすい多肉植物とか観葉植物とかあったら育てる？でもな、それだったらさ、なんか家庭菜園したいよね、野菜とかさ、そういうなんか食べれるもの食べれるものを育てたいよね。なかなか出ないのね。そう、双葉は出たはいいけど本葉にならない。そう、寂しい。やべえし、死んだ。おっと、マスルくん寂しいよ。スマホプリンター、デジタルカメラとか。スマホプリンター育てんの？もう終わりだね。わーごー、やーたんテイク2、ありがとう。リーさんありがとう。ミニトマトは楽だよね。あいた、ミニトマトは多分結構過去に4回ぐらい育てて、そう、家でね、よく食べてた。そう、なんかニーヤンも育ててたし、あいたも育ててて、あと育ったのはなんかそう、ちっちゃいイチゴと、あとなんだっけな、ラディッシュ、ラディッシュと、あとピーマンとシソあたりかな、多分うちなんか昔育てたのよ。バブちゃんでも育てられる植物。そう、なんかね、この時期暑さとかにも大丈夫なとかさ。あおいたんもっと愛情注いでるもん、毎日話しかけてるの。おはよう、今日も可愛いねってやってる。眉毛が、眉毛が、幸せの木は育てやすい。幸せの木ってなんか聞いたことあるな。なんだ。あおいたんこんばんは。あ、ひろきさんこんばんは、おかえりなさい。もらえる指、あ、
そういう機器がもらえるやつ、あー助かるわ。スマホプリンター、いや欲しいんですよプリンター。そう、くっきり、そうくっきりだよ。結局行き着くところは食。やっぱさ、いざという時さ、そう育てられる人が勝ちだと思うんですよね。あおいたんどう、梅おにぎりと明太子パスタどっちにしよう。うわ毒だよタルタル。うわ、ちなみに今は明太子パスタが食べたいです。アバター可愛いじゃんタルタル。あ、リシャールさん、やっぽーこんばんは、おかえりなさい。いちごがいい、いいね、いちご。いちごでもさ、もうちょっと後じゃない？そんなことない？今夜も可愛い可愛い、青丸ありがとうありがとう、いつも可愛いありがとう。眉毛好きありがとう。あとはパセリとか勝手に大きくなる。あーね、なんかそうなんですよ、パセリもそうだし、そう、シソもそうだったの。シソも勝手にいくらでも生えてくるから、でなんかね、いい虫除けになるんですよ、そうシソの匂いが。そうで、よかったんだけど、そうなんかそんなにいっぱいあっても使わないよね。逆に注ぎすぎた、あー重い、あおいたの愛が四つ葉のクローバー育てたら、え、それいいな。え、でもそれって春じゃない？四つ葉のクローバー、そんなことない？え、四つ葉のクローバーいいね。プリンター欲しい、メモ、やめてよ、ちょっとやばいやばいって、やめて、やーダメだーダメだー。なんでもないです、まつるくん、なんでもないですいや、そう、この間なんか電気屋さんで偶然見て、あー便利だなーと思って。そう、結構なんか今何かコピーするときコンビニ行かないとさ、ほらできてないから、そうと思ったんですけど、やめてください。うん、ちら、あ、ありがとう、ごさん、こんばんは、ありがとう。四つ葉のクローバー育ててショップのおまけとして入れても、あー、え、四つ葉のクローバーいいね。育てるの、みんな育てられる？ちょっと楽天市場で探そうすぐ楽天、四つ葉、四つ葉のクローバー花ガーデン、いいね。なんかあった、栽培キット、植物、四つ葉のクローバー栽培セットあるよ。でもさ、なんか茶色いんだけど、真ん中が全部緑がいいのに真ん中が茶色だよ、偽物。口コミ、どうしよう、口コミがさ、ねえ、なんか4ポット購入したのですが、ほぼ三つ葉のクローバーでした。あと4分の1ぐらいは黄色くなって枯れていました。2ポット購入したしましたが、もう一つの方は根元から倒れていたりで、ね、どうしよう、なんかあんまいいのないよね、虫だらけでしたとか。いいのもあるし悪いのもあるのかしら、これって。プリンターアマゾンで買う、アマゾンではもうそういう機器は買いません重すぎないかも、あい。でもどうなん、多分青いたんは結構重いと思うでしょ、もしなんかあれだったら。そう、もうあれですよ、なんか絶対に飲みに行かせないぐらいの愛で縛りつけます。50、青いたんありがとう、弁当さん。青いたんの一存により、夜食は明太子パスタとマグタク巻き、うわー、トロタクじゃないの？ありがとうございます、うまそうだ、うらやましいよ。おかえりやおいたん、ただいまゆっぴーさん、今日もありがとう。幸せは作れるのか、おかえりともあきさん、うん、幸せは作れるんですよ。そう、星に踊らされちゃダメ、でもだってレビューって大事だよ、レビュー、レビュー。家の兄貴プランター四つ葉だらけだった。へー、そうなの？だらけだった？嘘。じゃあ四つ葉、そうだよね、四つ葉のクローバー育ててさ、ね、なんかそういうのしおりとか作ったりさ、何かでさ、みんなにね、あげられたら幸せおっそ分けよね。それはただのクローバー栽培やね、四つ葉じゃないと意味がないんだよ。四つ葉のクローバーは遺伝子異常だから恋に作れるのかな。こんばんは、こんばんは。多分そう、作れるみたいです、楽天見ると結構あるよ。かわいい、結婚祝い、新築祝い、内霊、観葉植物、あ、もうこれできてるやつだ。栽培キット、うん、まあでもなんか多分これ育てる人にもよるかもしんないけど、
5日目には芽が出ました。あーいいね、いいねいいね、元気に育ってます。え、でも3ヶ月経っても芽が出ませんとかいるよ。え、3つ買って全部芽が出なかった。え、四つ葉が咲きました、五つ葉も咲きました。え、難しいですねこれは。うん、全然反映されてないっぽいから潜っとく。オリさん、どこどこどこ、束縛かも束縛怖いわ。でもなんかあれよね、最近なんていうの、なんか割とさ、妻から旦那になんか DV じゃないけどなんかあるんでしょ最近。逆、そう、50お届けゆきゃありがとう。ハバネロは、あーハバネロね、でもハバネロ育ててもアイタン辛いのそんなだしな。なんかそう、ママタン辛いの好きだけど、そう、アイタンも美味しく食べれるものがいいわ。美味しそうならターヌーイーツで届けようかターヌーイーツで届けてくれる、冷めないうちにお願いね。ちょっと妻から、アイタンから、そう、アイタンブブクソーって。なんかそう、よくさ、ほら旦那さんからとかよく DV とか見るけど、そう、なんかコロナのあれもあるけど、なんかそう、女の人から旦那さんになんかピシンピシンなんかわかんないけど、なんかそういうのがあるら、なんか増えてるらしい。アオイタンなら無限に叩かれたい、逮捕ー、怖いわそれはそれで。キックもパンチもカモーンやだよ。やっぱさ、自分がされて嫌なことは他人にしちゃダメだと思うんだ、あおいた。うん、それは今時普通だよ。え、今は女性が暴力振るうのが DV で、怖い怖いよ、絶対にしないよ。四つ葉のクローバーだらけだったらありがたみないな。あー、まあ、三つ葉の中に見つけるからいいっていうのはちょっとあるかもね。大活パパさん、ありがとう。お種様ありがとう。ぜひ右上のハートピンクにしてね。妻から旦那、エモーくんなら喜びそう。M? ダクちゃんもなの？ダクちゃん探して見つけるからありがたみが出るような。まあ言われてみればそう四つ葉の茎をカットして植えてを繰り返すと四つ葉の出現が増えたりするらしい。へー、じゃあ公園で見つけ公園で見つけてでも小粒なんかさ、あれだね、公園の四つ葉とかもさ、なんか咲いてる株みたいなとこはめっちゃ咲いてるけど、咲いてないとこ全然咲いてないよね。妻から夫の DV は昔からあるけど、逆よりさらに表に出にくかった。あー、そうなんだ、みんないろいろあるな。いやー怖い。やっぱさ、なんか猫ちゃんとかさ、ウサちゃんとかと暮らすのが平和だと思うんだ。おいた、絶対にしないでほしい。優しい女性でいて、いて優しい、ハピネス。葵さんこんばんは。あ、こんばんは、はるぱるさんおかえりなさい。今ね、なんかそのちょっとうちの子がだいぶ元気がないから、そう、何かちょっと寂しさ紛れに何か育てられないかっていう話をしてる。四つ葉のクローバーまだしも、三つ葉のクローバーなんで薬味にならないんですか。あー、でもさ、三つ葉なんかさ、なんだろうね、三つ葉のクローバーと三つ葉って何が違うの。よくさ、茶碗蒸しとかの上にさ、三つ葉って乗ってるじゃない。あれは何が違うの、普通のと。クローバーとクローバーじゃないのは何が違うのの。エモーくん、祭るよ。あまつるくんのことか。 M じゃない、あなた M じゃん。なんば家のうさぎになります、ぴょん。ちょっとなんか、ちょっとなんか可愛くないっすな。なんかどうなんですか、沖縄さんのうさぎって。なんかなんていうの、すごいわりかしおとなしめで、いつも葵たんにスリスリって甘えてくる感じのうさちゃんがいいんですけど、どうですね。ありがとう、たね、ありがとうございます。12時50分だ、早いわね。早い、お腹空いた、お腹空いた。で、柴犬でもいいよ、柴犬。クローバーの三つ葉、歯が3つだから。じゃあ茶碗蒸しの三つ葉は、よし、はい。まあそんな感じで、そう、ちょっとなんか
みんな育ててほしい植物があったら言ってよ。考えます。最後には食べられる覚悟ができて、おお、なかなか威勢のいいウサギだね。そりゃあちょっと食べてあげたい甘えてくる感じ。葵ちゃん絶対めんどくさがる気が。そんなことないもん。いやでもそうな、なんかさ、そうなの、多分スリスリしてきたらうーってなるし、でも逆にふいってされたら待ってーってなる食べるミツバはそういうミツバって必死。あーそうなのか、じゃあ違うのね。でも個人的には言葉の暴力の方が強い。いやそう、言葉はね、時にしてね、ナイフよりねえぐいんですよ。わかります。いやわかります。そうだ、みんな言葉遣いとかさ、なんていうの、なんかあーこれ自分が言われてやだなってものはやめよう、うん、なんだこれ道徳の授業か明太子パスタうめー、やめてよここで叫ぶの。ちょっと羨ましい。明太葵食べる、うん、ゴーさんに食べられる。ゴーさんウサギだ。そんなもんだよワゴ、そんなもんか、そんなもんだよね。まあまあ、誰か葵たんの、トリセツを売ってください。なんだっけ、どうもありがとうって言ってものにつき、なんだっけ、ご了承ください、これからもどうぞよろしくね。ありがとう、これからもどうぞよろしくレクタン。トリセツ、アイタントリセツ、言葉来るものがあるな。どうしてしょんぼりしてるの白さんも。いやでも難しいよね、なんか本当に思うんですよ。だってこう直接伝えるのもそれはそれで難しいし、あの SNS とか、そういう文字にするものはまたなんか難しいじゃない。そう、そう、伝わるもの伝わらないものとあるから難しいよね。笑ってる。種類が違うっていうのが実態ですかね。蜜葉？わかった。ありがとう、葵先生。うん。何でも任せて。あ、お弁当さん、ハートありがとうございます。ありがとう。はい、ラブユー。チュ。ありがとう。で、かわいい。かわいい？かわいい。葵タン。ありがとう。かわいい。葵タン。かわいい。しのぶ、かわいい。串カツトマト2本目うめえ。串カツ、串カツ何が好きなんだろう。おいたんトマトか、食べたことないかもしれない。なんかチーズ入ってる系がいいです。あとレンコンとか野菜も好き。知らんだろ何が、何トリセツ安心してください、雪見にしか暴言吐かない。なんでそんなさ暴言吐く人だったっけ。そういうあれに対してもそんな、どうしたの。まあ別に聞きたくないけど聞きたくないけどどうしたのって思う。一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承ください。難しい難しい。西野かなさん、マグタクマキュメー、まだ食べてやめてよ、そうやって煽るの。お腹空いた、お腹空いた。何俵ないよ、俵難しいんだよ、俺の思いが伝わらない。あーそうそうなんだよ。だからワゴがね最近なんかツイッターの背景に葵たんがいないことも難しいなって思ってるよね。うん、知らんだろう取説。うん、いやちゃんと1回ぐらいは聞いたことあるけど、なんか覚えてない別に聞きたくないけどそう別にね、そう別にハッピーな話でもないなら聞きたくないけどほらハッピーなもの取り入れたいじゃない。そうでもそうどうしたんだろうなっていう。そうただやっぱ聞いたところで葵たんは解決できないし、そう聞いてあげることしかできないから無理に言わせるものじゃないけど、南波さんはリアルはめっちゃツンデレな気がする。ツンデレ、どうなんだろう。葵たん結構甘えん坊なんですよ。そう、お腹すいたね、お腹すいた、メロンパンうめえ、夢の記憶最近のブーム、メロンパン、メロンパン買ってきてほしい。ほらあそこは信者米ばっか多いからさ、信者どうなんそっから来てる人何かいるけど大丈夫ね信者米、信者米まあでもいいんじゃない、自分の中でさ、そう愛せるものがあるっていいことよ。
よナンバーどうしたのイリン、こんばんは。よイリン、おーワゴ、なんだいワゴ、暴言すいません知らんけど、まあ、ダックちゃんはまあうんそう、ダックちゃんはちょっとまあそうなんか逆にそうアイタに暴言吐かないくて、あすごい、あ、 ありがとうって思ってる、感動してる。カナオ食べられないでーす、お腹すいた VS のくせにトリセツの共感してる女やべえよな多分キョンピのさ理想の女の人って絶対高いと思うんだよね、理想像。ごめんで、分かったわ、終わったら買えます。いやいいんだよ、いいんだよ、ずっと今ありでいろ甘えん坊だけど急にスイッチ切り替わりそうな感じがするビシ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 、いや、やっぱちょっとそう妹なんで、末っ子なんで、わりかし甘えん坊なんですけど、そう、あの厳しいとこはビシビシ。あいたんそうやって言ってくれるから楽よ。あ、楽、本当に楽、ふりふり。いや難しいよね、人間って難しい。いいないいな、人間っていいな。俺の充実野菜なくなった、嘘。あいたん充実野菜好きだよ、野菜ジュースは人参。あーでもそう、あいたんもそう、どっちも好きだけど、どちらかというと野菜ジュースは人参ベースがいいですと。な、普通のトマトだったらトマトジュースがいい。スキンケア化粧品イベもあるよ、いいね、欲しい。でもさ、あおいたんがさもらうだけじゃ意味なくない、でもでもなんかっていつも思うのよ。そう、なんかあおいたんが化粧品を獲得するために、まあ結果ねアバターもらえたらあれいいかもしれないけど、なんかそういう種を投げてもらうの、なんか複雑だなと思っている。そう、やだ、そんな捨てないで捨てないで、あいたん成功なの。え、そうだって2人兄弟で3つ上にお兄ちゃんよ、誰にも暴言は吐きませんよ。まあいいことだ、まあ吐きたくなった時はね吐いてもいいけど、そうやっぱさ、それを見てさ、そう、まあ推しも傷つくし、推しか分からんけど、そうアイドルも傷つくし、それを応援してる人もやっぱちょっといい思いをしなくなっちゃうから、そうまああれだよね、青いたんはコメントしやすい感じがあるよね。どういうこと、ん、どういうこと、とっつきやすいっていうこと。ありがとうレクタン、ありがとうしそろそろ肌の曲がり角に突入する年齢だしねありがとう、ちょっとなんか気に障る気遣いをありがとうでもそんな難波さんがいつかウェディングドレス着る日が来たらめっちゃ高級層いいお父さんお父さん、いやー絶対ないです。まあもしあったとしても絶対に多分見せる機会ないですね。 TM さん、ありがとう TM さん、だねー、ありがとう。そんなこと言ったらミニ写真集100冊イベ出る人、あでもそれちょっと考えはした、考えた、ミニ写真集のやつ、そうなんかそうみんなに配れるなーっていう、そうっていうのはちょっとあったけど、そう気に障る気遣い気に障る気遣い、なんかなんていうの、そうありがた迷惑じゃなくて、なんていうのかな、なんかありがた迷惑じゃなくて迷惑ありがたみたいな感じ、わかる二人兄弟の下も末っ子かならワイも末っ子か、世も末の子闇やないか、世も末だな。ミニ写真集イベだと、そうあるんですよ、ずっと。なんかで、なんか自分の写真データも使えるのかな、そうなんかそうだ、まあいいなとは思ったけど、そう言葉のチョイス面白いよね表現難しくて、わかる、でもさわかるでしょ、気に障る気遣いってニュアンス青いたんの旦那さんって絶対幸せ者だよな、真面目に、本当に。じゃあ絶対に飲みに行かないで、まっすぐ帰ってこいよはい、まあそんな感じで皆さん、もう世も末なのでそろそろ終わりにしましょう世も末の使い方、やばい、画面バグった、どうしようどうしよう。今ね、後ろのビル街がね画面アップになっちゃって、青いタンが映ってるとこが見えない、やばい、バグった、しょうがない、スマホで見るか。バグった、バグったよ。25時ね、早いね、早い、25時ランキング見れない。わらわら、よも末
飲みに行かないよ。本当にいい子だ。ちゃんとグラビア印刷なのですかね、写真集。意外と食いつくなわ。いや、そうそう、なんかその感じ、そう、出来上がりの感じちょっとわかんないね。ほら、言葉のチョイス日本語喋ってるじゃん。バグ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 ってる。画面バグった。いや、もうすいよ、なんかバグ。今ね、上の高層ビル街がドアップになってる。シンツイムさん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、おいたんことナンバーおいです。ぜひ毎日配信してるので、右上のハートピンクにしてね。バグったのでお開きにします。ちょっとお開きにします。ちょっとスマホで今見るね。てってってって無言くんやってる。てってって青いたん。いやー、多いね配信者、やっぱね。多くない、思いません。まあ、青いたん自分が見つけられないです。あれ、青いたんいなかったよ今。あれ、青いたんどこ行ったの。あれ、青いたんがいない。あ、いた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 。このアイコン、なんかさ、変えようかな、画像。なんか目立たないなって思うんだよね。だだだ、おったん、またろー。わーちゃん、5年目突入、これからもよろしく。ありがとう。ナンバのナンバも世も末。どういうこと？ナンバ、ナンバってね、名字ね、世界じゃ、日本で、なんか名字、何番目に多いんだっけな、忘れちゃった。珍しく配信終わりまで起きてることができます。ありがとう、ゆっぴーさん。権現堂公園に変えたわ。権現堂ね、そう、権現堂さ、ひまわり咲かないのよ。そう。そうなの。ちょっと、アジサイ取ってくるね。あ、ありがとう、ダクちゃん、アジサイ。ありがとう、アジサイどうぞ。ありがとう。サムネ、ブリフレンズ使っていいよ。いや、ブリフレンズ、強調してくるやん。どっか、いつか、一日だけポコチャで使うよ。目立つのってどんなやつかしら。なんだろう、色が濃いとかかな。どうなんだろう。なんかさ、パッて目に入るアイコンってあるじゃない。淡い色はスクロールに弱いような印象的。そう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 、ちょっと、でもピンクがいいのよ。ピンクなして、ひまわり咲かないのよ。なんかね、ひまわり咲かないのよね。あと藤の花も咲かないのよ、権現堂。原色でいきますか。真っ赤か。ちょっと違う、葵ちゃんじゃない、それは。ということで、ランキング5位、ダックちゃん、ありがとう。4位、ミントカフェさん、ありがとう。3位、ハク様、ありがとう。2位、四つ葉持ってるリオちゃん。1位、お弁当さん、ありがとうございます。真っ赤いコンにしましょう。やだ、血だわ、血。トマト。よし、他にも種やカウントしてくれた方、ありがとうございます。コメントありがとう。流れちゃった方いたらごめん、またコメントしてね。ということで、右上のハートが白い方、毎日配信してるので、ぜひピンク色にお願いします。あとは葵ちゃんのツイッターやインスタグラムをぜひご覧ください。お腹すいた。はい、ということで皆さん、それではまた明日土曜日、元気に過ごしましょう。以上、葵たんことランバー葵でした。おやすみなさーい。